ケー、はい、そのまま。はい、また出よう。さあ、それではよろしくお願いします。続きましていきましょう。NB もう一回いきますね。ここからまさかの NBA の選手が来るかもしれませんからね。わかりませんよ。しかもちょっと言い間違えたら向こうでずっこけてましたからね。さすが、さすがです。大阪発信ですからね。はい、はい、行きたいと思います。 NMB48 はい、あっ、さすがですね。もうすごいな、やっぱり鳥が早い、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。握手会のケータリングは基本たこ焼き。 NMB48 の山本さやかと、はい、みるるんこと白間みると、みるるんふーちゃんこと矢倉風子です。はい、実はですね、皆さんには月曜日から金曜日18時から20時放送の2時間の生放送番組の曜日の担当 MC をやっていただきます。はい、何それ。それぞれが曜日別々で担当の MC になります。顔ですよ。120分間の生放送番組でございます。ねえ、さあ一体どんなことをやるかというのは全て皆さんにお任せでございます。よろしいでしょうか。自分たちで考えるっていうことですよね。火曜日担当 NMB48。 はい、いや2時間というすごい長い時間をいただけるので本当に楽しみですし、はい、何よりアイドル戦国時代ってやっぱり言われてる時代なので、ね、他に負けないようにどんどん体を張っていきたいなと思います。今の段階だとやっぱ体を張るっていう、はい、やっぱ他のアイドルにはできないようなことしていきたい。本当にもうNMB さんはですね、本当すぐバンジーとかやりだしますからね。いや、素顔とかどんどん見せていきたいですね。もうミルルンとかは楽屋とかすごいんで、ね、全裸で歩き回ってるんで。え、ぜ、何あ、私ですか。はい、あ、楽屋では、はい、さっき言ってた、私全裸なんですよ。楽屋で全裸どういうことですか。楽屋これはあまりアイドルは言わない方がいいじゃないですかね。でも、その私裏の方がすごい面白いって言われるんで、そのいやいや、あの、ちょっと、はい、あの、すみませんけど、はい、確かに見せすぎって言ったんですけど、それはもう見せすぎです、それは本当に、はい、そこで見せすぎちゃうと放送できなくなっちゃうんで。あ、そっか。いきなり あの生放送とかできない、全裸出てきちゃダメですよ。まあね、もう潰れちゃいますから、はい、もう番組がぜひいろんなところを見てください。恐ろしいアイドルがいますね。例えば先ほど体を張るって言ってたんですけど、なんかもうこう自分たちでこれやりたいなっていうのがありますか。なんでしょうね、すごい濃いメイク、デーモン閣下さんみたいな、はい、デーモン閣下、濃いメイクをして、はいはい、デーモン小暮さんですね。あ、閣下ね、小暮さんか、はい、閣下です。そうですね、はい、そういうメイクをして歌って踊ってみたいです。はい、全員が、全員がそういうメイク。白馬さんお一人ですか。あ、全員で、はい、ぜひ、はい、やってみたいです。結果、世紀末さんのコスプレということでいいですね。まあ、メイクだけ、メイクだけをして、はい、ということで。そうですね、はい、体を張ってるんでしょうかね、それはね。どうなんで、まあ、それまあ、そういうことですね、まあ、アイドルがメイクをして、はい、はい、そうですね、ローション相撲的な。山本さん、大丈夫ですか。いや、あの、そうですか。ローション、ローション相撲ですよ。ねえ、はい、山本さん、あなた気は確かですか。確かですよ。アイドルがローション、もういっぱい来ますよ、そんなこと言うと。この番組だからやりたいです。あの、お台場の方の番組ではちょっと借りてきた猫というふうにみんなに心配されてますけれども、まあ、その辺はあの、なんか対策というか、どういうふうに、まあ、自分を出していこうかというようなことと、あとその後輩のお二人には、まあ、その辺のちょっと心配な点をちょっとお話しいただければ。どうなんですかね。まず、じゃあどうですかね。いや、本当にもっとガツガツ言ってほしいですね。あの、普段楽屋とかでもすごいね、面白いことよく言ってて、うん、変なことしてるんですよ。はいはい。なので、でもね、この間バイキング、あ、言ったらダメなんですかね。いや、いいですよ。はい、に出演させていただいた時に、はい、もうびっくりして返しも勢いがなくて、はい、2人でどうしたんやろうなって言ってしまったぐらいだったので、ここはもう NAB48 を代表してガツガツと頑張ってほしいなと思います。はい、私はさやねーと同じ同期で、やっぱ本当にさよね、すごい面白いので、うん、ちょっとどんどん出してもらってね、ちょっと頑張って。もうとりあえず
さやねは本当に面白いので、あの伺いましたよ、先ほど伺いました。だからもうね、芸人さんに負けないぐらい面白いこと言って、ギャグとかもどんどんやっていってもらいたいなと。だいぶ足を引っ張ってる感じしますけどね。はい、ねえ、なんでそんなハードル上げてしまうんですか。ギャグとかもとかね。まあでもそうですね。お昼の番組ではなかなか生放送ということもあって、こう入り込めないところとかあるんですけど。はい、まあ、2時間好きなことができるっていうことなので、まあ、自分で流れを作るじゃないですけど、はい、っていうので、まあ、何回も言うんですけど、野獣のようにはやりたいなと思います、はい、あの他にもメンバーたくさんいるので、はい、いろいろメンバーをこう出しながら引き出していきたいと思います。はい、お願いいたします。